はこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくりマリサだぜ。今回は、ディナーテ空港事故について解説していくわね。マリサ、ほうきで飛ぶ時に視界が悪かったらどうするの？危ないから飛ばないんだぜ。それが一番よね。では早速解説していくわね。ゆっくりしていってね。今回は、2001年にイタリア、ミラノのディナーテ空港で起こった衝突事故よ。乗員乗客を乗せた2機が、視界50メートルのノームの中滑走路上で衝突して、両機に搭乗していた全員が死亡したの。地上でぶつかったのか。具体的に説明するわね。2001年10月8日、乗員乗客110人を乗せたスカンジナビア航空686便はミラノからコペンハーゲンに向かう予定だったわ。機体はマクドネルダグラスの MD87 よ。そしてもう1便は、4人を乗せたセスナのサイテーションで、ミラノからパリに向かう予定だったの。事故当時、空港はノームで視程が50メートル程度しかなくて、とにかく視界が悪かったわ。そんな中、セスナ機は空港内のエプロンから別のエプロンへ移動しようとしていたの。エプロンって何だったっけ？明らかに料理するときにつけるやつじゃないんだぜ。エプロンは、飛行場の中で乗員乗客の乗降、貨物の積み下ろし、燃料の補給、簡易な点検整備などをするための場所のことよ。滑走路のそばに併設されていて、滑走路とは誘導路でつながっているわ。だけど、エプロン管を移動しようとしていたセスナ機が、ノームや空港の欠陥によって管制塔の指示に反して、別のところに迷い込んでしまったの。ごく、嫌な予感がするんだぜ。その嫌な予感に間違いはないわ。スカンジナビア航空686便が離陸体制に入っていた滑走路内にご侵入したのよ。そして午前8時10分、両機は衝突したわ。ああ、686便はセスナ機に気づいて避けるために引き起こし操作を行ったんだけど、時速270キロで1、2メートルほど浮上した後、右側の車輪がセスナ機の胴体に衝突して右側のエンジンと車輪を失ったの。686便は9秒ほど飛行したんだけど、左エンジンは破片を吸い込んでしまって出力が落ちて、そのまま空港内の手荷物管理棟へ衝突したわ。だけど高度も高くないみたいだし、どうして全員亡くなってしまったんだ？686便には10トンもの航空燃料が満載してあって、それが激しく炎上したのよ。それに、管制塔はノームのせいでその衝突炎上から3分間も事故に気づかなかったわ。だから救助隊の出動が遅れたの。686便乗客のうち、機体後方に乗っていた乗客は火傷による損傷が激しくて、遺体確認が困難だったらしいわ。42% を外見で、22% を歯型で、19% を DNA 検査と歯型で、16% を DNA 検査で、1% を外見上の特徴で身元判別したらしいわ。セスナ機に至っては、見つかったのが25分後だったそうよ。セスナ機に搭乗していた4人のうち1人は衝突で、残りは火災で死亡したわ。衝突した手荷物管理倉庫は屋根が落ち、崩壊して、地上にいたイタリア人の職員4人が死亡して、4人が負傷したの。そもそも視界が悪い中移動するのに、死人以外に何か対策がされているはずじゃないのか？その通りよ。ディナーテ空港は事故の数年前に地上レーダーを導入していたわ。これは飛行機の所在地を確認するためのものね。だけど事故発生当時は、その3日前から整備のために運用を停止していたみたいなの。レーダーがあっても、使われていなかったら何の意味もないんだぜ。セスナ機は、本当は R5 誘導路を進まなくちゃいけなかったんだけど、R6 誘導路に誤って進んでしまったの。滑走路への R5 誘導路と R6 誘導路の分かれ目の標識は、交点でもとても見にくい上に、誘導路上に書かれていた文字がかすれて読みづらくなっていたそうよ。だからセスナ機のパイロットが誤認した可能性があるの。しかも、誤進入検知センサーは誤作動が多いから止められていたわ。いろんな事故防止のための対策があるのに、どれも機能していなかったように感じるんだぜ。そうね。さらにセスナは R6 誘導路上にある S4 という標識を管制塔に報告していたんだけど、管制官の地図に S4 の表記はなくて、管制官はこの報告を聞き流したそうよ。そしてノームのせいで、セスナ機のパイロットは2人とも686便に気づかずじまいだったの。何のために報告していると思っているんだ？それがね、事故の前日にも、同じように R5 誘導路と R6 誘導路を間違えて滑走路に侵入しようとした機が、滑走中の他の機とニアミスを起こして大惨事になるところだったの。起こるべくして起こった事故じゃないか。この事案は今回の事故調査の最中に発見されたわ。事故調査委員会は空港の設備に問題がある疑いを強めることになったの。だけど、事故の約1ヶ月前にアメリカ同時多発テロ事件が起きていたから、当初はテロも疑われたのよ。結局どうなったんだ？
2004年、ミラノの裁判所はこの事故についてリナーテ空港の責任者と管制官に8年の懲役刑、全管制責任者と全空港長に6年6ヶ月の懲役刑の有罪判決を言い渡したわ。2006年に行われた控訴審では、全管制責任者と全空港長については刑罰を科さなかったほか、イタリア議会の恩赦によって罪に問われたものの刑罰も3年減刑されたわ。2007年のイタリアの最高裁判所もこの控訴審の判決を支持したの。この事故で合計118もの人が亡くなっているんだぜ。それでも罰はこんなもんなのか。気持ちはわかるわ。事故のその後なんだけど、2002年にリナーテ空港近くにあるフォルラニーニ公園内に、犠牲者数と同じ118本のブナを植えたボスコディファッチという森が、この事故の追悼のためにオープンしたわ。森の中にはスカンジナビア航空から寄付された、スウェーデンの彫刻家の作品が置かれているそうよ。視界が悪いのに、標識が読み取りにくい、レーダーも使えない、管制官もパイロットの報告を聞き流す、ずさんな管理のせいで亡くなった人たちのことを思うと、何とも言えない気持ちになるんだぜ。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。